おはようございます。ヒガです。1月25日木曜日です。沖縄小選挙区4区、野党統一候補選考会について動きがありましたので紹介をします。山川仁志さんのツイッターを読んでいます。次期衆議院議員選挙、沖縄4区の統一化に向け、次なる日程が1月25日木曜日と決まった。昨年末のオール沖縄枠組みから、次は選考会設置への協議を進める。その後、ようやく選考会が設置され、本格的な協議調整となるかも、とあります。なんとかここまで来たなぁと思います。令和新選組は、沖縄小選挙区4区、野党統一候補の選考会に入ることができませんでした。令和新選組を除外して話し合いが進められていました。それを何とか打開したいと、皆さんに署名活動をお願いしてきました。また、数人の仲間と、オール沖縄のメンバーと直接会い、話し合いをしたことがあります。予定としては、去年の暮れまでには、野党統一候補が決定される予定でした。そのことを考えれば、かなり遅れていますが、話し合いの場に、令和新選組が加わることになったことは、大きいのではないかと思います。まずは、大きな一歩、だと思います。今日話し合いが行われます。明日の新聞にはおそらく今日話し合いが行われた内容が掲載されるのではないかと思います。明日の新聞に注目をしたいと思います。今日はここまで。沖縄4区の山川さんなんですけども、オール沖縄には入ってほしくないと。立憲民主党とね、社会大衆党ですか、あそこを手を組んで、なんか外されそうな候補者がね、外されそうな気がしますんで、まずこれは私のお願いです。ありがとうございます。枠組みがオール沖縄ってことで合ってるのかどうかは、ちょっと私、ごめんなさいね、今、詳細がわからないので、言い切ることはできないんですけれども、今、何の話があったかっつったら、沖縄の話なんですね。次の衆議院選挙で沖縄4区と呼ばれるところ、豊見城だったりとか、そのエリアですね。そこから候補者が出せることになったんです、令和新選組は。でも出したことによって怒られてるんです。お前ら何出してんねんって。どうしたかって言ったら、もう住み分けてんねんって話なんですよ。沖縄はもう住み分けが終わってんねん。1区、共産党、2区、社民党かな、で、3区、立憲民主党みたいな形で住み分けてんですよ。で、じゃあ4区は誰なんですかって言ったら、60を超えた方ですね、前回の衆議院選挙で落ちた方ですか、その方がもう一回出るっていうんだけど、でも立憲民主党一つの区を持ってるわけだから、落ちが立ててもいいじゃないですか。で、立てたんです。それだけです。で、そこに対して、それをなんとか排除しようという、なんだろうな、状況があると。でも、その、なんだろうな、沖縄の枠組みとして話し合おう、その枠組みに入ってこいっていうような、なんだろう、やり取りもあるってことですね。だから、ある意味で今、ご発言なさった方は、もう話し合いとか関係なくして、そのまま立ったらいいじゃないかってことをご提案されてるってことですよね。まあ、もちろんそういう考え方もあると思うんですけれども、一旦話し合いできるところまではやっていいんじゃないかなと思います。それで降りろっていう話になるんだったら、話は別です。はい。立候補の自由がありますから。で、何よりもその豊見城っていうところで市長をやってきた山川仁志さんって方ですね、まさにこの人こそ候補者としてふさわしい、そう思ってます。なのでですね、引くことはない、それが私たちの考え方ってことですね。はい、沖縄県の4区で山川仁志っていう人が私たちの候補者としているということでした。ありがとうございます。